この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。ダイソーで売っているハンダゴテがどれくらい使えるのか今日は検証していきます。市販されているハンダゴテには低価格から高価格帯のものまで様々なものが発売されています。そんな中、特に安いハンダゴテをダイソーで発見しました。500円です。この激安ハンダゴテでどのくらいのクオリティのハンダ付けができるのかを見ていきます。ちなみにハンダ付けについての60分間の動画講座が概要欄にあります。そちらもぜひ見てください。検証を始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。なんとディジキー日本語 YouTube チャンネルの登録者が3万人を突破しました。これを記念してディジキーと一見のコラボプレゼントキャンペーンをやります。今回から T シャツのデザインが新しくなりましたが、こちらの T シャツ、そして一見のプリント基板、さらにはディジキーのオリジナルグッズが当たります。オリジナルグッズですが、何が届くかは謎です。5月末まで概要欄のリンクから応募可能です。忘れないうちに早めに、そして動画の最後に応募のやり方についてまとめていますので、そちらもぜひご覧ください。こちらがダイソーで販売されているハンダゴテです。今回ハンダも一緒に購入しましたので、こちらも使ってみます。まずハンダゴテから見ていきます。500円、 30W です。箱から出してみるとこんな感じです。まあよくあるハンダゴテですね。サイズも普通です。当然 PSE マークもついています。ヒーター部分はニクロムヒーターの 30W です。音調機能はありません。小手先は鉛筆形状の B 型です。多くの電子工作初心者が最初に買うであろうグッドの 30W のハンダゴテと比較していますが、よく似ていると思います。あと一つ気になった点として、ダイソーのやつは電源コードが短いです。電源コードが短いので、それだけ取り回しは不便になるかと思います。電源コードは耐熱被覆が使われていました。このように押し当てても煙が出るだけで溶けはしません。長時間押し当てても基本的には溶けません。ここら辺については特に問題はないですね。なかなかいいかと思います。こちらはハンダゴテと一緒に購入したヤニ入りハンダです。110円でした。安いです。直径が1mm、 鉛 40%、 錫 60% の一般的な組成です。一見の事務所で使うハンダは全て鉛フリーにしています。なので久しぶりの鉛入りハンダです。では次、実際に電源を入れてみます。やはり温度調整機能が入っていないので温度上昇は遅いです。それを実演する形でお見せします。ちなみに右にあるのは温調付きのものです。よーい、スタート。ちなみに今回は鉛フリーハンダを使っています。煙が上がってきて、はい、溶けました。温度調整機能付きのものは大体20秒くらいで溶けましたね。そして温度調整がついていないダイソーの激安品ですが、さらに時間がかかります。どのくらいかかるのか見てみましょう。1分経過しましたが、まだ溶けません。ちょっと煙が出てきましたね。お、溶けました。大体1分50秒くらいかかっています。ここからはハンダ付けをしていきます。今回の検証のためにハンダ付け練習基板を作りました。各種のスルーホール部品や裏面にあるような極小のチップ部品のハンダ付けを試します。この基板にハンダ付けする部品はディジキーから購入しました。今日の動画のスポンサーです。今回はよくあるチップ部品だけではなくて、こちらにあるような IC 系の部品もハンダ付けしてみます。ではハンダ付けしていきます。まずは抵抗系のスルーホール部品をやっていきましょう。ここの配線なんかも熱容量が大きいものと小さいものなんかをいろいろと用意しています。まずはこちらの4分の1ワット抵抗です。お、問題なくハンダ付けできていますね。今は銅箔が大きくてハンダ付け対象の熱容量が大きかったのですが、今度銅箔が小さいところも同じようにやってみます。はい、いい感じです。このように問題なくハンダ付けできています。次はこちらの大型の抵抗もハンダ付けします。こちらも同じようにやってみます。まずは熱容量の小さいところからいきましょう。問題なくできていますね。はい、次はこちらです。結構熱容量が大きい部分になります。上の部分がサーマルランド接続、下はそのままサーマルランドなしで接続しています。サーマルランドなしは熱がかなりよく逃げると思うので、そこら辺の違いも見ます。いきます。お、良さそうですね。はい、
このように大型の部品についても問題なくハンダ付けできています。ちなみに部品面を見てみましょう。銅箔がほぼない部分については熱がほとんど逃げないので部品面までしっかりとハンダが上がってきています。次に銅箔が広い部分についても見てみます。サマルランドありの方は熱が逃げにくい構造なので部品面までハンダが上がってきています。一方でサマルランドなしの方はどうかというと、まず銅箔が広く熱容量は大きいです。そして全て銅箔に接続されているので熱がかなり逃げやすくなっています。そのためかハンダの上がりが弱いです。次はチップ系の部品行ってみます。2010、0805、0603から0402まで極小サイズを試してみます。一応ですね、熱の逃げやすいところと熱の逃げにくいところ2種類で試してみます。まずは2012サイズから行ってみます。ちなみにチップ部品のハンダ付け方法については以前動画を作成していますので、そちらぜひご覧ください。はい。反対側も同じようにハンダ付けしていきます。フラックスを塗って、そしてハンダを供給します。こんな感じですね。最初にハンダ付けした方は仮ハンダです。なのでフラックスを供給してもう一度ハンダ付けし直します。はい。これで完了です。次は0603サイズ行ってみます。難しいな。ちょっと難しいんですけど、0603サイズなら問題なくハンダ付けできます。さらにサイズの小さい0402サイズも同じようにやってみましょう。こちらが0402サイズのチップ抵抗です。人間がハンダ付けするサイズではないですね。ですが、やっていきましょう。位置合わせがかなり難しいです。できました。チップ抵抗のハンダ付け、こんな感じですね。一応、ハンダ付け自体はできていますが、小手先の温度が高すぎて、このようにトゲが立ってしまっています。結構難しいですね。0603サイズでコツをつかんだので、少し綺麗にハンダ付けはできていますが、やはり温調ハンダコテと比べると少し難しい印象があります。そして0402サイズのチップ抵抗です。こちらもなかなかハンダ付けは難しかったです。ですけども、なんとかできています。このようにトゲが少し立っていますので、小手先の温度は少し高すぎるようです。小手先の温度測定もやってみます。温度ものすごく高いですね。ピークホールドで見てますが、435度まで行きました。相当な高温です。参考までに温調ハンダコテも試してみます。340度に設定しました。実際の小手先温度はこうです。はい。だいたい330度といったところです。温調ハンダコテの場合、小手先の温度はハンダ付けに適した温度となります。一方でダイソーのハンダコテは温調機能がないので、小手先の温度は非常に高温となってしまいました。435度はハンダ付けをするには高温すぎます。実際小手先の温度が高すぎてこのようにすぐ酸化してしまいます。小手先が酸化してしまうとハンダ付け非常に難しくなってしまいます。このようにクリーナーで頻繁に掃除するとかそういった作業が必要になってしまいます。著しくハンダ付けの効率が下がってしまいます。小手先をクリーニングしたとしてもまたすぐに酸化が始まってしまいます。取り扱いは相当難しいです。小手先を酸化させないためにハンダコテ用のパワーコントローラーもありますが3000円くらいします。そういったものを購入するくらいならもはや最初から温調ハンダコテを買った方が良いです。次は IC 系の部品行ってみます。IC 系の部品はね、位置合わせが重要なのでそこはしっかりとやっておきましょう。とりあえず仮固定ができました。この時点でハンダ付け結構難しくてですね、うまくできるかわかんないですね。小手先の温度が高すぎて本当にすぐ酸化してしまいます。使いづらいです。はい。反対側も同じようにやってみます。
このように IC 部品のハンダ付けができましたが、部品の仕上がりが結構汚いです。こんな感じです。小手先の温度が高すぎてすぐにフラックスが蒸発してしまうこと、そしてそれによってハンダに角が立ってしまい、見た目の仕上がりが美しくないです。さらにピンのピッチが狭い IC 部品についても同じようにハンダ付けしていきます。こんな感じでハンダ付けしていますが、音調ハンダ固定使っていないので、かなりハンダ付けの難易度は高いです。めっちゃ難しい。このようにかろうじて流しハンダができたのでうまくできていますが、ピンの間隔が狭い IC 部品のハンダ付けは至難の技です。かなり難しいです。これと同じハンダ付けを音調ハンダごてを使ってやってみました。その結果がこちらです。仕上がりの違いはこんな感じです。音調ハンダごての方が全体的な仕上がりは綺麗です。特にチップ抵抗の場合は顕著です。このような仕上がりの違いになりました。こちらは IC 部品です。このようにハンダ付けの仕上がりというのは大差ありませんでしたが、それ以外に重要なものが一つあります。それは何かというと、ハンダ付けのやりやすさです。圧倒的に音調ハンダごての方がハンダ付けやりやすいです。音調ハンダごての場合、小手先の温度が非常に安定しているので、フラックスの蒸発が早すぎるといったことはありません。一方で音調がない場合は小手先の温度が非常に高くなってしまって、ハンダ付け自体が非常にやりにくいです。また小手先のメンテナンスにも大きな違いがあります。左は音調ハンダごて、右はダイソーのハンダごてです。音調ハンダごての場合、小手先の酸化は非常に少ないです。一方でダイソーのは音調機能がついていないので、小手先がすぐに酸化してしまいます。このようになってしまいます。小手先がすぐに酸化してしまいますので、頻繁な小手先のクリーニングが必要で、作業性が非常に低下します。あとこれは使っている時に気がついたのですが、ハンダごてのグリップ部分の温度、だいたい55度から60度程度あります。結構熱いです。次、保守部品が調達できるかも見ていきます。ハンダごては使い続けるとどうしても小手先が劣化してきます。ですので一般的なハンダごての場合、交換用の小手先がメーカーから発売されています。ではダイソーハンダごての場合はどうでしょうか。ダイソーネットストアで検索しても交換用の小手先は出てきません。ですがここで朗報があります。グッドのハンダごての小手先がそのまま使えたので、小手先を交換したい場合はそれらを使うと良いかと思います。というわけで今回はダイソーで販売されている500円のハンダごてを使ってみました。こちらのハンダごてを使ってみた感想ですが、ハンダ付けをやり始めた頃を思い出しました。実際に使ってみると温度調整機能がないだけでここまで使いにくくなってしまうのかと、そういった使い心地です。頑張ればハンダ付けの仕上がりは綺麗にできますが、それが大変です。また小手先の温度が高すぎて小手先がすぐに酸化してしまいます。結果として小手先の掃除を頻繁にする必要があって使い勝手を悪くしてしまいます。普段どれだけ音調ハンダごてのお世話になっているかを改めて実感しました。これから工具を揃える初心者がダイソーのハンダごてを買うという選択肢はなくはないです。ただどうせ買うのなら予算を4000円くらいまで増やしてしっかりとした音調ハンダごてを買うのが良いと思いました。ハンダごてはそうそう壊れるものではありません。結構長持ちします。なので最初からある程度良いものを買っとくのをおすすめします。よく言われることなのですが、ハンダ付けの出来は道具で7割くらい決まります。最初から音調機能のついたハンダごてを買っておけば、ハンダ付けの上達も早くなりますし、ハンダ付けで困るということもなくなると思います。総合的に考えると予算を4000円くらいまで増やして音調ハンダごてを買うのが良いでしょう。皆さんもこの動画を参考にして自分に合ったハンダごてをぜひ探してみてください。もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。動画の告知であったりセール情報など配信中です。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。最後になりますがディジキコラボキャンペーンの応募方法を見てから終わりにしたいと思います。というわけで実際に応募画面を見ていきます。メールアドレスは必要です。次のページに行くと、ディジキー公式チャンネルの登録はお済みですかと出ているのでやります。で私は登録しているので、はいよ。で、もしですね、登録してない人はぜひ登録してあげてください。次に行きます。ディジキー日本語チャンネルの結構ですね、いろいろ動画のシリーズがあります。で、一見スペシャルもありますし、私がですね、特にお気に入りなのは DC-DC コンバーターのシリーズですね。
こちら非常に実践的な内容となっていますので皆さんにお勧めしています。他にはディジキーチャンネルでやってほしい内容とかいろいろですね、こちらで応募できるようです。その他にもディジキーチャンネルでやってほしい内容なんかをこちらで書くことができます。皆さんぜひいろいろですね言ってみるとそれ採用されるかもしれません。でそして次のページなんですけども、もし働いている場合はですね、企業で何をしているかとかそういったことを書ける箇所があります。結構いろいろ聞いてきますね。で電子部品を購入したことがあるかで私はあるのではいを押します。2024年に入ってからディジキーで購入しましたかで、もうすでにですねもう何回も購入しているのではいを押します。でディジキーがですねセミナーとかウェビナーとかを開催する場合参加してみたいと思われますか。あんましですねディジキーがこういったセミナーとかやることはないので、ぜひですね参加したいというか見てみたいですね。次、ディジキーが展示会に出展した場合、ディジキー海外だと出展してることあるんですけど、日本だと出展してることあまりないんじゃないですかね。まあやるならぜひ見に行きたいですね、ブースに。そして最後のページ、こちらの T シャツが当たるのですが、そのデザインを選びます。今回デザインが2つあって、 A が一見のこの顔写真が入っているもの、 B が、本当のデジキーだけの T シャツです。今回はですね、一見あった方がいいと思うのでそちらを選びます。最後サイズを選んで、そしてプレゼントを発送するための名前とあとは住所ですね、そういったのを入力して完了です。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。